Alright, hello everybody, CP9 キャットです。今回もアムネジア、アマシンポピックスやっていきましょう。早速コンティニューね、していきましょう。前回はどこら辺で終わったっけな。教会に入ったんだっけ。教会に入って終わったんですよね。で、まあ続きやっていくんですけど、教会の方にも秘密たくさんありそうですね。安全だとは言っていたんですけど、やっぱりそれはもう、ね、まあ、豚さんは、気にしないズカズカ入ってきそうだし、そういうところこそなんか地下室にね、もっと残酷なものがあったりするかもしれません。さてと、まあ教会ですね。オーライト。このゲームでちょっと残念なところはですね、このように探索することができないってことですね。正直に言うと一本通行すぎるって感じですね。Alright。まあ、さっきまでピザ食べてたんで、ちょっとあれなんですけど。Alright。開きごま。Nothing。Nothing。あ、Nothing。今のはっていうのが何だったんだろう。まあいいや。何もねえか。まあ、手紙読むかな。なんだ11月23日、1899年。ツインキャンドル。それは、真ん中の聖人に向かって、聖人を指している。そして、部屋を照らしている。ジェレミア、神父は、秘密を共有できると思っていたが、彼もまた他と同じやつだった。どうやら彼は、豚小屋へ向かったようだ。うん。どうやら神父にも教えたら、彼もね、興味が湧いたんでしょうか。失礼。今のはちょっとカットしておこうかな。さてと、教会って屋根が高いですね。こっちは何もないか。まあろうそくがあるだけだね。こっちに行けるね。よっと、 OK。 あかんねえ、開いたね。重い。探索し終わってないところもあるから。ちょっとこっちの方も行くか。少し重いな。あっちにも行けるね。あ、これはさっきのとこか。なりや、戻ろう。ちょっと待って、なんでこんなにカクカクすんだ。こっちは何もないね。こっちは準備室かな。白いラブコートがあるね。手紙だ。さっきのジェレミア神父の日記ですね。まあ、いろいろと調べたよということですね。うるさいな。あれ、なんか女神も豚になってないか。女神も豚になってんじゃねえか。この教会も豚様に侵食されてしまったか。あのさ、そんなにさ豚を信仰するんだったらさ、あの像みたいにせめて豚もさ綺麗にさやってあげようぜ。あれか、生贄か。あ、
ああ、意外と。これもギミックだったのか。では、これも見つけないといけないのかな。クリプティック・クルー。どうやら何かのメカニズムのようだ。まあ、秘密の入り口のようだ。足りないキャン、ロスが明らかなヒントだ。だけどなんでこのような機械を教会に隠すんだ。うん。まあいろいろと陰謀が隠れてますね。もう教会もね、まあ、おとぎ話のようにクリーンではないですからね。まあ結構権力とか欲とかにまみれてたみたいですし。まあ多分こっちの方にあると思うけどね。オープンセッサミ、あれ開かない。多分仕掛けを解かないと入れないのかな。こっちもしっかりだと思ったら開いたね。あれ、うん、ダメだね。うん、これも開かないね。さてと、じゃあろうそくのやつ探しに行くか。一応右のやつも確認しとくか。これダメだね。 OK。 ん、なんか雰囲気変わった。気のせいか。ろうそくを隠すなら、ろくそくえみたいな。違うか。なんか叫び声が聞こえんだよな。これはただのバイブルだね。うん。どこら辺にあるのかな。豚バサはいじれないみたいだし。まあさっきの準備室にあるのかな。そこを覗いてみようか。一応こっちの、ん、これはあれかと思ったら本か。椅子も方も確認しながら行くとして、ん、ぬいぐるみがあるね。そういえば昔歴史の先生に聞いたんですけど、日曜日って教会にいないといけなかったみたいですね。あったあったあった。意外と分かりやすかったな。まあ日曜日はずっと教会にいなくていけなかったみたいで。おお、驚いた。かなり暇だったらしいですね。ですから、なるべく暇を持て余さないように、いろいろと絵に秘密とか隠してたみたいですね。なんだったかな、騙しみたいのがあったんですよね。まあそれを見つけたときにはようやるわって思ったですけど。あ？あれ豚だっけ？あれ豚だったっけ？人の顔だと思ったんだけどな。あれ？ああ、そっか。影に見えなかったから人かと思ってたらのかな？いやー、しかしなんかディズニーの漫画に出てきそうな豚の顔ですね。あれ開かないね。ん？じゃあ何が、あと何をしないといけないのか。うん、ないね。ああ、なるほど。炎がついたのね。インファナルマシナリー。火のエンジンに火がついた。火はストックされた。壁の中から、湯気の、湯気？スチームの音がする。空気の振動が伝わる。私の心臓が、鼓動している。それは鼓動しているけど、高鳴ると。まあ不安だが、まあ子供のためにはやんないといけない。
おっと、ああこれが後ろに下がったのか。ほう、まあじゃあ行きますか。ジャーナルの方もアップデートされましたね。またあ、ヘルシポータル、地獄へのポータル。どうやら私にはチャンス、選ぶ道がないようだ。だから私は下っていく。神よ、私に慈悲あれ。もしここが私の死に場所なら、マシューのようになる。どういう、マシューって誰だ。ああ、子供かな、わかんないや。すいません、ちょっとストーリーの方あまり気にしないでやっちゃってるかな。まあ、子供のためにそれを着よう。そして、どのような恐怖にも耐えてみせよう。か。まあ、とにかく行きますか。まあ、豚さんがたくさんいるっていうのは。閉じ込められたね。豚が来ると思ったけど、そうでもなかったね。このさ、ストーリーさ、豚に恨みでもあんのかな。どこのかしこ、どこもかしこじゃなくて、どこを見ても豚だらけじゃないか。聞いてお父さん。卵に耳を当ててみて、帰るのが聞こえるよと。帰るの？豚がいるね。このゲームもな、豚がいるときに光が点滅しちゃうから、大きなヒントになっちゃってんだよな。まあ、そっちの方が心臓に優しいっちゃ優しいけどさ。お、手紙だ。最後の考え。一体これは何なんだ。どうやら私はそれを見つけることはないだろう。だが、それを、これをあなたに託そう。光は半分だけ照らされていて、それでも私は恐怖で震えているだろう。私の罪人たちは、恐怖で、うめき声を上げている。うん。そして私は、私の檻が、乱暴に蹴り倒されるのを待つだけだ。そして最後に、このインテリアへの暗い旅を続けることになる。か。うん。おっと。驚いた。どうやらこっち。オロカンテラクボロストフェンフェンディル。何語？やばい、豚が、うわビビった。今豚右から左に来ましたね。やっぱりいるね。どうしよう、このままいけないだろうしな。あれ、行ったかな。ある日、教会の中、豚さんに出会った。それはどんなジョーク。私はもうやめたい。はあ、どうやらいなくなったみたいだね。はい、クライスで。しかしあの豚も右から左に走っている時にもうなんか
子供がグミを見つけたかのように一気に走っていったよな。ビビるわ。いるね。豚の声が聞こえるね。あ、いたいた。おうおう。これはまたすごい格好をした豚さんですね。こっち来ちゃったね。あかん、やっぱりバレたわ。やっぱバレたわ。どうしようかな。あ、こっちに道があるね。オッケー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 。ふう。ということで次のパートに入ります。